の私のところ、まあ、いろんな人から どういうつもりなのか知らないけど、いろんな人からいろんな本を送ってくださるんですよね。そうすると、まあ、それ一応あの、まあ、ちょっと目通すけれど、この前も面白いの書いてあったな、あの死んだ親が死んだんですね。それで親戚で葬式したんだ。それから、しばらくしてなんていうか口寄せっていうのがあるでしょ。その口寄せの人に頼んで長距離電話かけてもらったそういったところがねそのお母さんが出てきて言うのに、今はこの霊界のその薄暗い、その寒々したところにいて、腰から下が水に浸かっているように寒くてしようがないって言うんだね。でじゃあカイロ送ろうかっていやカイロは、必要ないけれど、ボンさんに頼んでありがたいお経を読んでもらっておくれっていう話だっていうんで、それでもってもそのボンさんに、お経を読んでもらったところはこれで成仏したっていうこういう話ね、あるとボンさんとしては商売がしやすくなって喜びじゃないしかしそれと同時にね、仏教までその程度に引き下がっちゃう。で仏教の凡談でも霊魂がある、あるのかないのかって言われるとないんだってね、はっきり言える人はいないんじゃない。やっぱり全く死んでから霊魂がないんだとするとお経を読むのが一体何のためなのか話になってくるからね。それでできるなら霊魂があった方がいいようなこうむにゃむにゃっていう、ね、でところがね、これ仏教としてはどこまでもね、成就って言ったらどこまでも成就です。みんな我々の命は成就って言ったら成就、死ぬって言ったら絶対死ぬんで、生存の続きが大小にあるっていうね、死ぬっていうことは生存の続きじゃないっていうことね。これはよく知っておかなきゃ死んでる、その我々のこう今こうした生存の続きが何か死んでからのうちもあるかのように思う。それは死ぬ、本当の死ぬってことは知らない。ただそういうのを生きてる間の妄想って、この死後の世界とかなんとかいうのを考えるのは全く妄想なんだ。これ今のアメリカ人なんかでもね、そういう妄想の多いやつをたくさんいるんだね。私のところに来てる連中でもそんな話するやつは多い。今の若いヒッピーの連中が何、本当に一文不知の連中の迷信妄想、それ言ってるやつ多いもんね。ただアメリカ人の場合、カメラ持ち出したりね、コンピューター持ち出したりって、そういう小道具だけは使うと。でも中身は本当に一文不知の妄想迷信でしかない。その辺はっきりさせていないとダメだ。例えば、人者の出家に役るに茶酒入れて猿がごとし、少々霊霊としてある。これを各社記者の章という。章っていうのはね、その不快の儀っていうんだね。頭を要するに外的影響を被らない、変わらないっていうのも
ことはしょう。でこれを仏ともいい悟りともしょう。自他同じく具足し名語ともに通達せる。これは私にも他人にも等しく備わっている。それから名語ともに迷いの人にも悟りの人にも同様に行き渡っている。そういうのこれは梵鐘眼でその客になって前にも出てた。万法諸経ともかくもあれ、霊地は経とともならず。万法諸経、外界のものはあってもなくても、霊地だけ、心だけは外界と離れて、その外界と一緒じゃない。で物と同じから略行に成就なく、心だけはもう残る。いやこれで おかしい。あのよく死んでから、その死んだ亡霊、幽霊亡霊が出てきたようなこと言うけれど、それだったらね、何も日本だったら現代の日本人だけに限らなくてもいいように思うのね。もし本当にいるんだったら、あのパプアニューギニアさんと、人が出てきてもいいんだし、ホッテントッドッグがあの人が出てきてもいいんだし、その辺まずそうするとしょうがない、まず通訳読めって話になるよな。これ外人があのアメリカ人のもなんか来たら、トムさんちょっと来てくれって幽霊が出てきたからって通訳してもらうじゃない。そういうことはないもん、全くね。そんなにね心配することはないんだよ。この亡霊も幽霊もあれね、それも妄想ってね、世の中に幽霊ってものがあるもんですかないもんですかってね、沢木老師のとこ行ったら、そういうことを言うやつが幽霊っていうのそりゃそうと思うよ。そういうあるんですかないんですかって言って、こうはね、こう大地に足がついていないでさ、ふらふらと漂っているっていうのは、これそういうのがそのあるんですかないんですかっていうようなのが幽霊っていうのね。その点ね、我々はあの沢木老師も言ってたけど、欠場の説っていうのは、これが一番大切なんだ。もうだから中途半端なこと言わない、こうだってね、間違いのないこと言わない。でその間違いのないことっていうのは、生命の実物に大地に足がついてればこそ間違いのないがないっていうことを言えるんです。今現在せる諸教も霊地の所在によらば真実と言いのべし。本性より縁にせるゆえには実法ない。いや今あるものですね、これもその霊地からあの出てくるんだ。これちょうど成長の家の言い分と同じだね。物体は心の影って言って、で心があると思えばこそある、ないと思えばないっていうね、これのあの西洋哲学から言ってもあの素朴的観念論って、まあ、程度が低すぎるわけ、ね、でしかし物っていうのは心の影としてあるっていう限りはあのまあ真実だ、まあ一応言っといて、しかしたとえ地下あると言えあるとも霊地のごとくには成就ならず、存没するが言えない。心から出てくるんだから、それで霊地のごとくは成就でないとこういう。で明暗に関わらず霊地するが故に、これを霊地という。要するにそういうね、存没明暗に関わらずあのいろいろ我々思うことができる、それが霊地だ。でそれを真我と称し、本当の我だ、それから格言、その悟りの根源ですね、それから本性と称し、本体と称す。この本性というのは今の深い、それから本体というのは根本の実体だ。格のごとくの本性を悟るを
上流に帰りぬるといい鬼神の大師と称す。でそういう本性をね、本性、そういう心っていうものはそういう本性なんだ、そういうのを知るのを、上流に帰ったといい、真実に帰った大師だという。これより命はさらに生死に流転せず、そういうの一旦よく知ったら、そしたらもう流転しない。で不生不滅の生界に生入するなり、もう消滅することのない、いわば誘拐になるの霊魂の世界だ。それでこんあのそれは真実なんで、このほかは真実にあらず、この書を表さざるほど三害六道は狂気するというなり、このそういう書を表さない限りは三害六道ということが出てくる。この三害というのは欲界、色界と色界、六道は地獄、ガキ、畜生、修羅、人間、天上、そういうこう流転輪廻する世界ですね。そういうのが出てくる。これすなわち千に下道が剣になる。でまあいわゆる千に下道の話をあれですね、一応されて、の道元禅師が書かれて、以後のそれをもっとあの昔からの印象されるわけね。その次読んでみますと、大東国大小国史絵中和尚僧にと何の方より来た、僧いわく南方より来た、師いわく南方何の知識かある、僧いわく知識すこぶる方針、師いわくいかんが人に示す、僧いわくかの方の知識慈悲へに学人に促進ぜ仏と示す。仏はこれ格の儀、何時今ことごとく検問各地の章を愚す。この章はよくよく曜日沈黙し、古来運用し、心中にあまねし、頭に振るれば頭知れる、足に振るれば足知る、故に小変地と名付く。これを離れてのほかさらに劣物なし、この身はすなわち消滅あり、心象は無視以来かつて消滅せず、身の消滅は竜の骨をかうるがごとく、蛇の皮を脱ぎ人の小宅をいずるに似たり、すなわち身はこれ無常にして、その性は常なり。南方の諸説大悪格のもとし、師はもししからばかの千に下道と差別あることなし、彼が曰く我がこの身の中にいつの心性あり、この性はよく通用を知る、身得するの時真すなわち意で去る、社の焼かるれば社の主意でて去るがごとし、社はすなわち無常なり、社主は常なり、格のごときものを信するに野生伝ずることなし、いずれをかこれとなさいや。我が流放するこのほい、もし多くこの式を見る、近頃最も盛んなり、三五百種を受虐し、目雲観を見ている、これ南方の宗師と他の断経を取って改変し改観し、悲嘆を転従して勝意を削除し、コートを爆弾す、兄言教となさいが、くなるかな我が衆そう知る、もし検問各地をもってこれ仏性となさば上妙に法は検問各地を離る、
もし天文各地を行ぜば、これすなわち天文各地にして法を求むるにはあらずと言うべからず。で、大小国士は総計古物の上足なり、天上人間の大前知識なり、国士の示す終始を諦めて山岳の機関とすべし、千人下道が賢者と知りて従うことなかれ、近代大宗国に諸山の主人とあるやから国士のごとくなるはあるべから、昔より国士に等しかるべき知識、今だかつて出世せずしかあるに手人が誤りと思わ、臨在特産も国士に等しかるべしと、格のごとくの輩のみ多し、哀れぬべし、妙言のしなきことは。まあ、そこまで。で、これ今、読んだとこは今、さっきの話と、大体、同じこと書いてあるわけですよ。漢字で書いてあるわけです。大東国、大小国史、越中、五章っていうの、これは、南洋越中の人ね、六祖の弟子です。で、越中王さんのところに坊さんがやってきたんで、それで、いずれの方より来たると聞いた。そしたら、そうは南方より来た。これを、六祖遠王は南米にあって仏法を大いに起こるっていうから、要するに、あれですね、そういう南方って言ってもいい、インドも南方だしね、関東あたりも南方だしのするけれど、まあ六祖がいたところあたりでしょ。で、南方より来たC は南方何の知識かある、その南方の方に何の知識っていうのは、これは全知識って言ってね、まあ仏道へ導く人たち、要するに先達私有でのことです。で、そういわく知識すこぶるを押し、そういうおしけさんたくさんいます。私いわくいかんが人に示す、そういう人たちはどういうふうにその仏法を説くか、そういわくかの方の知識自身へに学人に促進で仏と示す。仏はこれ書くのみ、何時今ことごとく検問各地の章を仏、この章はよく、曜日春木し、古来運用し、心中にあまねし。この、大体促進で仏って言いますが、まず仏っていうのは書くのみ。ところがこの核っていうのがね、いろいろあるわけですね。寝てたのが目が覚めるって、これも核だ。それから、頭でもってよくはっとこう思うのも核だ。それから仏さんが悟るっていうのは、これは生命そのものに覚めることでね、生命そのもの、だからいろいろあるわけですね。各地各領っていうのその頭でもって分かるっていう覚め方と、それから生命そのもの悟る、覚悟することね、真理を、本当の真実を、生命の真実を解悟することとは違う。何時今ことごとく天文各地の章を仏、これはまああっさりと各地各領の意味にとった。で、この章はよく曜日春木し、古来運用し、心中にあまねし。事実我々こう目をくるくる動かすこともできるんだし、そして大体思ったようなことを喋ってるんだし、で、ちょっと水飲もうかって言ってこうやってね、口のとこまで持ってくんだからね、これほら微妙な働きじゃあるね。で、
そういうことができるっていうのは大したもんだって思わざるを得ないけど、しかしこれはね、それで頭に振るれば頭知るってことね、これま柵の字と同じで、頭にこうこうあれすや、あ頭のところ触ったなって分かる、足にすれ振るれば足知ると、それで故に小変地というのって言って、あみんな分かるんだこれ小変地というのは本当は仏さんの十号の一つでね、だからそれをあまねく知るって言うんだから、頭はみんなあまねく知るんだというんで、これが仏さんっていうもんだと思う。これを離れてのほかさらに別物なし、この心をね離れて別に仏っちゅうもんだ、この身はすなわち消滅あり、心象は無視以来今だかつて消滅せず、この体っていうやつは、この消滅する、しかし心だけは残るとこう思うのね。でそういうのが魂、いわば霊魂、身の消滅は竜の骨を薫るがごとく、この竜っていうのは骨を変えるらしい、それから蛇の皮を脱ぎ人の骨をいじるに至った、すなわち身はこれ無常にしてその性は常ない、まあこれ読んで字のごとした、南方の諸説大役格のごとし、その坊さんはそう言った。こうしたら大正 国史南洋一中いわく、もし叱らばかの千人下道と差別あることなし、それなら千人下道とちっとも変わってない、彼がいわくというのはこの千人下道の説ですね。我が身の中にいつの心象あり、この性はよく通用を知る、身得するの時心すなわち入れて去る、この心だけが出てくる、社の社っていうのは家ですよ、内が焼かれれば社の主人公が出ている、猿が落とした社はすなわち無常なり、この内は無常、しかし車種だけ、その家の主人公だけは常で、それと同じように自分の身が死んでもこの心だけはこう出てって矢移りして、他のところちょっとまたバラックでも立って住みゃいいんだから、まあ、そういうふうに簡単に考えてるな。格のごときのものを信するに座礁弁ずることなし、いずれやろうかこれとなさいな、もしそういうふうであったらね、その座礁の分別ってことはない、どうでもいいんだからね、そしていずれがその是であるかわからない、で我が誘惑をするコロホイっていうのは、この大正国史が方々雲水時代を歩いていた頃でしょ、多くこの式を見る、このような類ですね、で近頃最も盛んになった、で三五百種を受客し目雲観を見ていわ、これ南方の修士で、そういうまああの成長の家的見解の人でもってたね、たくさんの人がね、いや本山まで建ててるからね、成長の家宇治のところに大きなのね、でまだあのなんか長崎かなんかの方にもまだ建てるって言って、ああいうねこの世の中っていうのを見てると、そのくだらないもんが発展するんだね、それで本物は来たこの船それでたくさんの人を集めて目雲観を見て言う、その雲観っていうのは大体天の川っていう意味ですがね、ここじゃまあ雲水を見てっていう意味じゃないですか、
雲水たちをたくさん集めて、雲水たちにその俺こそ知識ないとね、あの雲水に見て高ぶってる、こういう意味でしょ。これ南方の収集、それで他の断橋を取って開館しっていうのね、六祖断橋、六祖のあれを書いた六祖断橋を取って悲嘆を転従しって卑俗な話を添え混ぜるってことだ。いやこれ六祖断橋って六祖の話書いてあるんだから、あれが本当のそういう、こう いろんな俗説をね混ぜて、もしいなかったとしたら本当に大切ないい本になる。あと我々、その一番大切な本としなきゃなんないんだと思うんだけど、ところがこれ内藤利休って人は六祖の弟子なんだね。六祖の弟子の時代にもうこう言ってんだ。そういう、成長の家程度の人が勝手に六祖断橋をこう書き換えて、そしてその頃は、ね、印刷はないんだからね、のこう書き写すんだから、書き写す その自分の俗説を書き加えたり、あるいはそのあれを削ったりと自由にできるから、それですっかりね六祖断橋っていうのがそのあんまり信用の置けない本になっちゃったわけだ。で悲嘆を転従し、醤油を削除し、高等を枠乱す、愛言教となさいんだ、くなるかな我が衆創始の。これが本当に今言うように六祖の弟子の時代にもうこう言ってんだっていうんでがっかりするって我がしゃ、この六祖と本当に近い時代に、そう、もしで、もし検問各地をもってこれ仏性となさば、常明に、常明というのは唯摩経です。唯摩経の不思議本にねこういうことが出てる。法は検問各地を離る、仏法というのは検問各地からも全く隔絶しているものだ。でもし検問各地を行ぜば、これすなわち検問各地にして法を求むるにはあらずと、言うべからずというの、要するに唯摩経にそんなことを言ってるわけがないじゃないか、こういうことね。要するに検問各地が仏法だと思ってんだ、それは検問各地だけだ。それは要するに人間の頭の考え、それをだけ、仏法とするなら、それはね単なる人間の頭の妄想分別でしかない。でその決して人間あの法を求めることじゃない、こういうことね。で大小国史は総計古物の上足なり、これはね大観永能禅師から全然、ね、まあ私はたくさんの弟子がある、やっぱり清源南学と清源上師和尚、南学衛上和尚とね並んでね、これ南陽衛中という人、素晴らしい人です。人間天上の天上人間の大善知識なり、国史の示す収支を諦めて山岳の規範とすべし、千に下道が賢女と知りて知り、従おうかことなかる。だから今その大小国史の言った言葉ね、これ本当に山岳の鏡としなきゃならない。でそうだとすればその千里下道の賢女として従ってはならない。
近代大宗国に所在の主人とあるやから国士のごとくなるはあるでから、まあいろいろの大知識もいるけれど、でも国士のような人はいない。昔より国士に等しかるべき知識、まだかつて出世せず、これしかあるに世人誤りて思わ、臨済徳さんも国士に等しかるべしとってね、このまあ道元禅師は臨済徳さんというのはあんまり好かれない、ね、これ一気一興でもって悟り開くっていう、そういう、悟りの人は本当の仏法としてはね、仏法っていうのはその点その宗教なんだからね、本当の意味の宗教なんだ、鍛錬法じゃないんだから、この鍛錬法、今の臨済の人たちでも鍛錬法、心の鍛錬法ってそう受け取ってる人が多い。そうじゃない、その本当の意味の 宗教、人生の真実、それを教えるのが本当の意味の宗教だ。で、だからね、今大聖国師の場合も臨済徳さんとは並べられない、格のごとくの輩のみ多し、哀れくべし妙言の師なきことを。それから今度いよいよこの促進、今まで読んだところはね、そのいわば天理解道の話で、いわゆるの俗説の間違いの説を言って、これからが仏法としての促進是仏の話になるんですね。いわゆる仏祖の保任する促進是仏は下道に用の夢にも見るところにあらずよね。ほらね、その今の世間の人たちが下道というのは、まあ天理教とか成城の家とか創価学会とかね、そんな手合いの夢にも知らないところだ、全く別の話なんだね。それからただ仏祖とのみ促進是仏しきたる、偶人しきたる、悶着あり、行主あり、焦着あり。でこれはだからね、もうただ仏さんが仏さん、さっきも言ったように言語通ずれざれば眷属にあらずってね、まあ沢木老師に言われたんだけど、私その言語通ずれざれば眷属にあらずっていう言葉もピンとこなかったんだ。これは問題だね。いや、私が一生懸命喋ってるけど皆さんにピンときたかどうかこれも分かんない。おいで、とにかく言葉が通じるっていうのはね、実物を知ってればこそ通ずるんだ。実物がの知っていなかったら言葉は通じないんだ。で、だからどうしてもただ仏祖とのみ特進是仏しきたるんだ。実物が実物とつながってくる。で、偶人しきたるっていうのね、小弱受尺しきたるとか、で、悶着あり、行主あり、小着あり、仏法っていうのはあり方、みんな人間の思いからは出てこないんだから、どうしてもね、これは仏法話を聞かなきゃならない、仏法の話を聞かなきゃ、これが悶着。そして聞いたところで、実際に行主しなきゃ、そして生じゃく行主すればこそそこに実物がある。で、それから以後今度いよいよそれじゃあ仏法の話ってのはどういうのかっていうのね。で、まあここまで話してくるのにほとんど時間経っちゃったけれど、
まずその仏百僧を念着しきたり他筆しきたる、しかあれども大聖徒の根金に切じせず、まずこれだけでもやれしますと今言ったようにね、その世間話と全然違うんだからね。これ仏とか神とか、その仏とか神とかっていう言葉あることにそうです。仏あるいは神、こういうの世間の人の考えてるのと全く思いもよらないところの中身持ってんね。でそれはどういうのかって言うんだけれど、いやこの前にね、この私がそういうのをね、あのなるほど、仏っていうのでも神っていうのでも全く違ったもの中身なんだな、その点頭全部入れ替えてあの学ばなくちゃいけないんだなって考えたのはね、私まあ聖宝現像随聞記をそれこそ繰り返し繰り返し読んでの来てますがね、その中にねこういう言葉が、やわにいわ祖籍に禅話を心得る古実は、これ要するに、禅の話を聞くのには、ね、我が元より知り思う心次第次第に知識の言葉に従えて改めもてゆくなり、自分が今まで知ってることをね、これ本当に知識の言葉って、まああの全知識の言葉に従って改めて行かないとダメなんです。たとえ仏は、仏というは我が元より知りたりつるようは総合光明具足し説法理性の徳ありし釈迦陀等を仏と知りたりとも、このたとえね我々が今まで仏さんと言ったら、そしたらすぐあの我々が知ってるのは総合光明が具足し、お仏さんというと本堂、あのお寺の本堂にあるようにこう総合がパッとこうね輝いて、そして説法理性って、この説法をして市場を救う、そういう功徳のある徳のあるお釈迦さん、阿弥陀さん等を仏さんだとこう今まで知っていてもな、知識もし仏というは我慢吸引ぞといういわば我慢吸引をこれぞ仏と信じて日頃の資源をすべきなり、ね、これが今そうでない知識の人がその仏っていうのは我慢吸引っていうのは、我慢っていうのは被害、吸引っていうのはミミズです。いや仏さんってそんなこの総合工業があるものが仏じゃなくて、引き返るミミズ、あれが仏なんだとね言ったら、そうしたら我慢吸引をこれぞ仏と信じて日頃の知恵をしすべきなりと全部入れ替えなきゃダメだ、引き返るそこのところの手洗いに引き返るあるけれど、あれが引き返るって言ったらね、これが仏見なきゃいけない、それでミミズだとね、これがミミズだと思わなきゃいけない、それでこの吸引の上に仏の総合光明始終の仏の諸具の徳を求むるもなお条件改まらずならない、まああのミミズがその仏さんだって言うけど、ははこのミミズの中にあの仏さんのね総合光明が輝いてるのがあるのかなって、そう考えちゃいけないですよね。そうでなしにただ当時の見うるところを仏と知るなりと、この水がうよぐよしてるそれが仏だと、こうね、そういうふうに知るべきだ。
もし格のごとく言葉に従いて条件本衆を改めもてゆかば、自ら可能ところあるべきない。で、そのくらいね、我々の頭そのものに大革命を起こして、そして今まで見ているミミズっていうのね、これが仏さんっていうの、あ、これが仏さんかってね、そういうふうに見直すように入れ替えなきゃダメだ、そういうあのところが書いてある。それからまた全く別のところにね、またこういう話も出てくる。示して言わ、学道の人、悟りを得ざることはすなわちただ求見を存ずるゆえなり。いや、みんながあの一生懸命修行学道しても悟りを得ないのは、みんな古くから自分が考えてる考えがあるから。元より誰が教えたりとも知らざれども、真というは慮知年か、近くな年慮近くなりと思い、真は草木なりといえば真絶。いや、本当は我々ね、誰も教えてもらったわけじゃないんだけれど、真というこの心ですね、心ってはこの年慮近くだと、もう誰もみんな決め込んでる。これは違うんです。そうじゃなくって、真は草木ないで草木だ。この我々の真っていうね、心は。そういう草木だって言われたらね、信じない。仏といえば、総合巧妙あらんずると思うて、仏は我略と解けば耳を驚かす。この我略っていうのは瓦と。瓦礫っていう意味ですね。瓦と瓦礫。そしてみんな仏と言えば、誰もね、仏と言えば総合教巧妙あらんずると思うて、仏は瓦礫、瓦だとか、つぶて、つぶてって瓦礫、石ころですね、と解けば耳を驚かす。仏さんがそういうところの石ころだって思ったらみんなびっくりする。格のごときの集権、そういうね、これ一つの偏見だ。父も相伝せず母も教授せずって、お父さんからもお母さんからも習ってるはずはないって言うのね。ただ無理自念に久しく人の言葉について信じ聞かれることない。これ何の理由もなく、いつの間にか出来上がった偏見な、偏見というか間違った点。しかあれば今も仏祖欠如の説なれば、改めて真は草木といわば、すなわち草木を真と知り、これ心っていう、心の真ですよ。これはね、草木だっての言われたら、仏祖、これが仏祖欠如の説なの。仏祖欠如の説で真とはこれは草木。それで叱れば今も仏祖欠如の説なれば、改めて真は草木といわば、すなわち草木を真と知り、仏は瓦礫といわば瓦礫を、すなわち仏なりと信じて、本衆を、本衆ってのは集約している件ですね、本衆を改めさらば道を埋めきないと。これはだから仏さんは瓦礫、これが仏祖欠如の説だっていうんだから、それだからね、ちょっと
今までの仏教の話っていうのをちょっとひっくり返んなきゃ。はい、前さん。で、これ、聖宝蓮蔵随聞記にこんな話がね、2箇所も出てくるんだ。で、1箇所だとちょっと間違って、そう、こんなこと言ったのかなっていう考え方もあるけど、2箇所よりもちゃんと出てるんだとすると、本当なのかなっていうことになる。私もこの随聞記から始まったんです。それで、頭の入れ替えがね。で、どうしても我々、この頭の入れ替えから始まらなきゃ、仏さんとか、心とかっていうね、心とかっていう、言葉の使い方が、仏祖の言葉の使い方は、我々の今まで思ってる言葉の使い方と全然違うんだっていうね。湯を沸かせって言って風呂沸かしちゃダメなの。うどん玉でもって食えるっていうの、そんなんじゃダメ。そういう見当外れしちゃいけない。で、我々全く素直な頭になって、その、こうって言ったら、真って言ったら、草木だと思う。だから、仏と言ったら、ガヤンだと、そこから出直さなきゃダメだって。そして仏百相を粘着してきたり多筆してきたりしかあれども常禄の根人に設立せず、それでいよいよこれから仏の話だけど、仏ってこれはね、あらゆるこの百相っていうのはあらゆるものだ。これ私がだから仏っていうのをこれ、まあいろいろこう、それじゃあ一体仏ってどういうもんかってね、私があれした挙句に生命っていう言葉を使うわけだけど、この生命って言ってもこの生理的生命じゃないですよ。我々を、私を生かしてる力と同時にあなた方全部も生かしてる力、あるいは電気をつけてる力ね、それから自動車走らしてる力、風を吹かしてる力、雲を吹き飛ばしてる力、雨を降らす力って、あらゆる力だ、あらゆる全宇宙的なエネルギーみたいな、あらゆるものをね、で、あらゆるものを創造し、だからこれ、キリスト教の家は神様。で、神様であると同時に、神っていうこう何か、一ってこう まとめると同時に一切でもあるね。だから一足一切、そういうような生命、そういう生命の実物っていうのはこれだから、そういう生命ってこう考えると今度は、ね、また抽象概念考えちゃうわけだね。それじゃあまたもう神様って言ったらもうこれ神っていう抽象概念考える、そうじゃない、この今これどれでもこの仏ならざるはない、このコップってこれも仏だ、で生命の実物そのものが仏だから、あらゆる出会うものみんなが仏ですね。でだから仏百相を粘着しきたりって、粘着ってね、まあ取り上げるっていうことだ、もう生命っていう、そういう生命の実物、生命っていうものは宇宙的生命っていうとでも言うかな、そういうのはあらゆるのを取り上げてくる、百相を粘着しきたり、じゃあそのコップならコップ、これだって宇宙的生命から成り立ってんだ。じゃあこれが宇宙的生命かっていうとそうでもない、ね、もう多質したいもう、同時にこの俺は宇宙的生命だぞっていうか頑張ってんじゃない、もうそれでもまたパッと、これまあ現状公案で言えば処方が仏法なる事実っていうのを連着してきたんだと、万法は誰にあらぬなる事実っていうのはこれ手放したところだね。で
でこれ全くあのそんな固定したもんじゃないんだ。で固定したもんじゃない、生き生きとしてるんだから常にあのブツって言ったら障壁がやるってね、それで。それで、しかあれども上六の根人に切じせずとね、真の仏っていうのはね、その総合光明をあらずるもんじゃないね。そんなにピカピカ光ってる、でそういう偉そうな格好してるもんじゃないんだ。で今上六の根人っていうね、そういうありがたそうなものでもない。それから即公案あり現状を相対せずというあの話になっていくんですがね、もうどうせこれこのところ今日のうちには終わらないから、この一番大切な話はね、ここから出てくるんで、そのまた次の日に回すことにします。